私の書斎、土田京存。表題だけは書いたが、さて何を書いてみようという案もない。ただ自分も一回の読書生として、終日この書斎の中に老曲しているとでも書けばよいのであろうか。私の書斎、まず大井さを言えば、四畳半、六畳、十畳の三室からできている私の家。 と言っても野の中の極めて小さいものだが、その全面積の約半ばが、私の書斎だというわけである。本来この家を建てるときに、私は京都の郊外もうんと離れたところに、他から読書執筆の妨げを受けないようにということを考えていたのだ。従って書斎はまた、 家の人たちの住んでいるところから話し声の聞こえないところへと選んで別構えにして建てた。はじめ2室からできた洋館だったが、昨年10畳1室を増築した。ベッドをここへ置いて、今では終日をその中に老居している。桜井助夫君の接客への訪問機を見ると、ブリキ屋根が見えると書いてあるが、ブリキではなくて、 のののスレートの屋根なのだもう一つついでに言うと桜井君は田の中に小さな雑木林があってその中にせったくが立っているように言ってあったがこれも雑木林ではなく後で植えたせったくの庭木なのだただ庭木地などを入れないで伸び放題にしてあるものだから雑木林にしてしまわれる 他の暴君の訪問記には病み上がりの頭髪のようだと書いてあったが、いかにもその通りである。書斎の中には書物が雑然と置かれている。最初私は四畳半を応接室に使っていたのだが、書物の置き場に急するとそんな優秀なことは言っていられない。ここには書家を二つ置き、周囲の壁にはできるだけ多くの棚を作って、 全然の書庫にしてしまった。下にも雑然と書物を置いてある。六畳の室は、書斎にも応接室にも書庫にも使っている。狭いこと甚だしい。十畳の室は、ベッドを置いて全く私の居室だ。近来はこの室を主に書斎として使っている。書物はどの室にも詰まるだけ詰まったので、次第に廊下を侵食し、 他の居室を侵食し、寝室の床の間の上まで書物の山積みとなってしまった。起きるも寝るも書物の中に埋まっているのは愉快なことでなく、さっぱりとした一室を欲しいと思っているが、そんな贅沢などはとても言えないのである。自分は五六の店から書物を買っている。洋書は丸善で確実くらいに、 はがきで新刊書を知らせてくれる。品の本は異文堂の目録で持ってきてもらう。法文書は三紙の小売店が競争で持ってきてくれるからまず心配はない。その中一件は美術書専門で始終新しいものを持ってきてくれる。古書は東京と大阪の五六の書店から目録を送ってもらい、それによって買うことにしている。 要所では哲学と社会問題の本が最も多いだろう。多少は陳書もある。大学の図書館や研究室にないものもある。現代哲学の主要書はできる限り集めるようにしている。十条の質、すなわち今の書斎は、日本もの,の研究書を集めることにし、今はそれに最も多くの骨を折っている。 民族学的研究の書は異論なく集めようとしている。文学の方では、主樹の古典文学書、廃書、箇所を集めることに骨を折る。演劇の本も集め出している。美術は奈良を中心としての古仏教美術関係のものが最も多いのだが、それもだいぶ充実してきたので、環境、小り物、古陶器などの 美術の書をも集め始めた。これらの美術書は皆高価だから全く困ってしまう。しかし後になってみれば自分の収集も世に珍しいものの一つになろうかと思う。仏教美術の写真だけはもう大抵色はない。法隆寺大鏡、七大寺大鏡、日本国宝全集をはじめとして集められるだけの文献を集めている。 朝鮮、シナ、インドの美術写真も苦心して自分の財政の許す範囲で多くを買い集めようと思っている。各府県で出している知資類の中の美術関係のものをも集めているが、これは集まらないで困るものがある。例えば朝鮮総督府から出るものなどは集めるのに骨が折れる。それでも、慶州金関塚の調査をはじめとして、名出版を 大分集めた。昨日、奈良県の史跡名称天然記念物調査報告を第一冊からずっと揃いで買ったが、これは嬉しかった。書籍目録となると、全くガキのようにして中を探すのである。近頃は全集物が多く出るので何よりありがたい。買える限りは買うことにしている。 有力なものは大抵買い集めた。くだらない全集ものは質に邪魔になるから、たとえ一円本でも買おうとはしない。今では全く書物の置き場所が苦になっているのである。自分は東京へ移転しようかと思う時もあるが、そう考えて何より困るのはこれらの書物の始末だ。私などの入れる借家では、ちょっとこれだけの書物を置く場所がない。 雑誌もたくさん買っているが、また随分たくさんもらってもいる。だから有名な雑誌は大抵ある。毎月70種くらいの雑誌は来ることと思う。もちろん、いちいち読むわけではないが、それでもやはり欲しい。寄贈してくれる雑誌なら何でも欲しい。それも一冊でも捨てないように保存してある。新聞も一年分くらいは保存してある。 これらはいざ評論を書くという時に資料となるのだ。雑誌も東京から京都へ移る時必要がないと思って売り払ったものに今必要となって一生懸命で集めているものがあるので今はたとえいらないと思ってもなるべく捨てないようにしているのだ。この書物の整理が大変である雑誌の整理などは皆妻がやってくれる。 私はどこにどの雑誌があるかさっぱり知らない。自分は趣味がどしどし変わるから、今面白いと思ってやっている仕事の本はよく整理するが、それよりも大変なのは、これらの書物を買う視力だ。よくも自分の力でこれだけ買えたものだと自分でも感心する時がある。妻にも指示を叱られている。昨日の誕生日にも、妻が会計簿を持ってきて、 今月の本代が230円。こんな宝刀息子がいたら、早速放逐になるところですよというのである。その他にまだ100円余りの支払いができないで仮にしておいたのだから、大変である。だから私が本を買う時の少女苦問は大したものだ。買おうか買うまいかと苦問した結果、さて買わないと決めた時の私の顔は、世にも類例のない寂しいもののようである。 画集には2、300円のものが少なくない。座右法くらいなら自分でも買っているのだが、その2、300円のものを2、3種、本屋が持ってきて置いていった時の興奮は大したものだ。目の前にその本があるのだ。私はそれを書家へ載せてみる。いや、やっぱり返そうと下ろしてしまう。その間の苦心たるや、全くこれは困った病気だ。私は、 着物などは何でも良いと思っている。洋服は一揃いだけ持っているけれど、和服となると、常ねぎだけしかない。その洋服も近頃は大抵は着ずに、冬も夏も、一着のルパシュカだけ着ている。これは実に便利な着物だ。上からすぽりとかぶるだけで世話はなく、冬はシャツを何枚も重ねれば良い。 この三四年間、私はただこの一着のルパッシュ化を着ているのだ。帽子は鳥打ちの夏帽子一つ。これで三四年の夏と冬と起こした。どこの学校へも行かないからおしゃれなどの必要はない。苦学する大学生のような風体で、自分は散歩をするのである。ただ思うものは自分の研究だ。本だ。気の毒なのは自分の家族である。 どこからか降ってくる金でもあればよいのだが、さてそうもならないものだ。